私彼の愛に押し切られ、ベタな感情も愛情に染まっちゃったり、運命の恋を期待した。だけど実際は心って弱ない、彼に嫉妬されるたび必要な着信や確認に届くぜ、もう相手にしてらんない。明るい歌聴きたくなって、バッグの底引っ張り出したイヤホン、こんがらがった赤い糸を無理にほどきたくなった。ワイヤレスの時代でしょ、言わずもがな人間の感情もね、男なんかのわがままに女はもう縛られない。ワイヤレスの時代でしょ、言わずもがな人間の愛情もね。だけど一向に心開けない、嫌われるのが怖くて、君とのこと AI に恋愛相談、素直な自分に貢献。私の部屋別れの言葉、君の背中忘れていたイヤホン、こんがらがった赤い糸は今もバッグの底にある。Bluetooth の時代でしょ、言わずもがな人間の感情もね、男なんかの優しさに女はもう縛られない。 Bluetooth の時代でしょ、言わずもがな危険の愛情もね、だけどどっかで信じてる、君と繋がる消えない赤い糸。浴びるたびに気持ちなさに揺れる。
は止まってくれずチクタク心臓みたい。禁じられれば破りたくない。規則は美しいだけ。初めて会ったその日になぜか不意に泣いたりもした。そこまで軽い女じゃないのに夢で見てた夢の続き。そんな気がしてたくばしい胸に飛び込んだの。デジャイマラソン危ない。二人が不意に一つの影詰め合えば全ての言葉は意味をなくしそうよ。自分の死んでない二人がここにいるの。ゴム系の分断と規則正しく揺れている